はい、どうぞ。お願いします。明日引退セレモニーがあるかと思うんですが、はい、どういう心境ですか。緊張します。まあ明日、まあ、挨拶できるように、はい、今日一日かけてじゃあ考えてるんですか言うことは。あんま考えてないですまだ。考えてきました。もう立ったらって感じですか。練習メニューとか考えてた。ガンバでまあ優勝した時とか、はい、そういうのやっぱりすごい嬉しかったですけどね、はい、まあ初優勝でしたし、はい、それでは大黒コーチの入場です。皆様大きな拍手をお迎えください。皆さん、こんにちは。大黒雅史です。今日は本当にこの世の中をアップ前の忙しい時間に、時間をいただいて、このようなセレモニーをしていただいて本当に感謝しています。去年引退しまして、今年からガンバ大阪の若手にストライカーコーチをやらせていただいているんですが、僕が22年間プロサッカー選手でできたのは本当にガンバ大阪のおかげでして、僕は8歳から25歳までガンバ大阪にお世話になりっぱなしで、まあ、ユースの時に西村さんという人が結構その動き方に関してはやっぱ教えてくれて、で、まあ、でもジュニアからね、上永さんとか鴨川さんがジュニアですとか、みんなが基礎的なこととか技術的なことが教えてもらって、その上で上永さんが、その上で西村さんが動き方とか教えてくれたんで、まあ、理想的なこうなんていうんですかね、自分としてはこういろんな技術を、まあ、身につけられたから、まあ、ずっとできたというか、はい、そう思ってます。だからすごい感謝します、ガンバの指導者の方だったり、はい、で僕がなんでそんなに20年間もプレーできたかというと、やっぱりガンバ大阪の各組織の育成の指導者の方たちのおかげだと本当に思っています。上山さんや鎌川さんという本当に素晴らしい指導者の方々のおかげで、僕は長い間得点を入れ続けられて、長い間プレーできたと思っています。そしてサポーターの皆さんは本当にずっとサポートし合えて、ガンバ大阪でやらせてもらって本当に感謝しています。本当にありがとうございます。まあ、アカデミーストライカーコーチをやらせてもらってるんですけど、僕が中学、小学校、中学校、ユースで教えてもらったことをやっぱり頑張る今の若い子たちに本当に伝えていかないといけないと思いますし、まあ、僕イタリアとかフランスとか中国とか行きましたけど、まあ、いろんなチームに12、3チーム行ったんですけど、まあ、そこで移籍したことがやっぱりすごい今に生きているというか、今教えることにすごい役立っているので、これから本当にたくさんこのパナサのピッチでゴールできる選手を一人でも多く送り込むように、トップチームに送り込めるように頑張っていこうと思ってます。来年は坂本、中村という2名が昇格しますけど、本当にいい選手なので、まあ、その子たちがこのピッチに出てきた際には、サポーターの皆さんには本当に大きな拍手で迎えてあげて、後押しをしてあげてほしいと思ってます。その他にも南野や、日笠、天野、安藤、皆さんまだ知らないと思いますけど、いい選手がいっぱいいますので、まあ、その選手たちを一人でも多くこのピッチに立たせて、ゴールを量産できる選手にさせていくことが僕の仕事だと思っているので、そのために僕は頑張って、みんなに、ね、知っていることを全部教えていこうと思ってますので、これからそういう選手たちが来たときに、皆さんぜひいいプレーしたときには大きい拍手で、迎えてあげてほしいと思ってます。本当に僕が長い間プレーできたら、本当にガンバ大阪並びに、本当に皆さんのおかげなので、本
本当に感謝しています。あと両最後になりましたが両親や兄弟にも本当に感謝しています。本当に今日はこのような時間をいただいてありがとうございました。